神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします第26回参院選は10日に投開票されます改選4議席と非改選の決意1の補充を合わせ計5議席を争う神奈川選挙区には8政党の公認候補のほか諸派無所属から過去最多の計22人が立候補しています 異例の合併選挙で4位までの当選者の任期は通常通り6年5位は3年となり大制判明は11日未明の見通しです神奈川県警はこのほど今年1月から6月まで上半期の交通事故の発生外況を発表しました県内の発生件数負傷者数とも前年同期を下回りましたが死者数は6人上回る58人でした 発生件数は393件減の1万161件負傷者数は471人減の1万1661人でした高校野球の第104回全国選手権神奈川大会は9日横浜スタジアムで開幕しました開会式の後に行われた開幕試合は法政2が 7対0の7回コールドで横浜童謡に解勝しました大会は愛知に次いで全国2番目に多い170校が出場し27日の決勝まで168試合が行われます